麻雀ファンの皆様いかがお過ごしでしょうか。司会実況の日吉達也です。ただいまより第36期鳳仙 A2 リーグ第6節 A 卓の模様をお送りします。解説は藤崎聡、近藤久春が務めます。お二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは初めに本日の選手紹介をしてまいりましょう。はい、まずはこの方、トータルポイントプラス 64.9 第4位佐々木久人。続きましてトータルポイントマイナス 1.8 第9位内川幸太郎。続きましてトータルポイントプラス 93.8 第1位二階堂亜希。そして最後はトータルポイントプラス 41.3 第5位藤島健次郎。はい、以上4名での対局となります。はじめに成績表をご覧いただきましょう。本日の対局はご覧の4名、本日から第6節折り返しとなります。さあ近藤さん、対局の見どころとしてはいかがでしょうか。そうですね、まあ半分終わって、まあ結構上と下がそんなに差がないんで、はい、まあただ今日は上位の対決なんで、ええ、秋さんが今のところ暫定首位なので、はい、ここきっと伸ばしに行くと思うんで、うん、まあ4位5位の佐々木さん、藤島さんが、はい、アキさんを走らせないのか、うん、もしくは自分のポイントを伸ばしに行くのか、はい、そういうところですかね。2人がしっかりと食い止めることができるかということですね。ありがとうございます。さあ対局の準備ができているようです。第36期鳳仙 A2 リーグ第6節 A 卓1回戦投杯の開始です。はい、ただいま立ち合い人現方位吉田忠の合図により1回戦が開始となります。改めまして1回戦はチーチャから佐々木、ナンチャ内川、シャーチャ二階堂脇、ペーチャ藤島の並び、トンの一曲ドラはイーマンです。なお第36期鳳仙 A2 リーグは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。さあいよいよ第6節折り返しということで、藤崎さんどうでしょう、そろそろ各選手持ちポイントなど気にしての対局になり始めるんですか。まあね、普段だとそうなるんでしょうけど、さすがにこんな大混戦はね、僕もあんまり記憶がないので、はい、どうなんですかね。まあ、今近藤さんがいらっしゃるんで、はい、近藤さんに聞いてみれば、そうですね、近藤さんどこかぐらいですからね、はいはい、第6節終了時点プラス 1.0 第8位という位置づけですが、これだけの大混戦、近藤さんはどのようなこう今お気持ちでいらっしゃるんでしょうか。まあ、まだまだ全然上は狙えるんだけれども、はい、一回ちょっと大負けしたらもうピンクだよね。そうですよね、その辺で、まあ、出だしがいいと思う上見えるんだろうけど、僕の位置だとね、はい、スタート歩きはもう下見なきゃいけないよね。その日の調子以下によっては本当に戦いが、うん、全然変わらない、ね、プランが崩れたりする可能性もあると、うん、だから結局はい、内川さんなんか僕と同じようなもんだから、位置的にはそうですね、もうスタート大事じゃない、はい、1回戦が、うん、内川がどのようなスタートを決めてくるか、この1回戦によっての2回戦以降もまた楽しみなところ、うん、今日は M リーが3人だよね。そうなんですよ、ですね、うん、はい、あっちゃこっちゃに役配統一ですね。あっちゃこっちゃに役配統一ですよ。どこから仕掛け出しがあるか。なんか空中戦になってもおかしくないような。そうですね。その中こちら藤島では役配がありません。うん、親の佐々木には白が統一、内川には白髪統一で白がもちもち。あ、白もちもちなんだ。はい。そして秋の手にはトーンが統一となっています。はい、で秋さんが両方1枚持って、久人がトーンを1枚持ってますからね。そうですね、はい、一気にバタバタと動き出す可能性もあるが、はい、秋さんのところもね、打点はないですけど、トーン投げば一応もうね、悪くないイーシャンテにはなりますから。そうですね、泣いてもおかしくはないですけど。さあ内川がイーシャンテまで来ました、うん、秋はイーソアンコ、ここで満を持しての初、これを内川動きます。受けはどうしましょう、ドラ今一旦カンチャンじゃないですかね、うん、はい、ドラ重なりが大きいですからね。なるほど、うん、そういった意味の一旦ということですね、うん、秋もこれでポンテンがかかる形になります。ただ内川プロのシフトは白もポンでドラ短期の構えのような気はしますけどね。お、佐々木はどうやらチートイツも含みに出てきた、うん、これ難しいですよね。1枚スルーした後ドラ重なるとめちゃめちゃ強くなるので、そうそうですね、1泣きしない人もいっぱいいると思うし、そのタイミングの白っていうのはかなり盲点になりますね、はい、ただね、白
泣いた瞬間に漫画の電波になりますからね、はい、泣く人もいると思うし、秋も仕掛ける、はい、内川に続いて秋田、これで天敗取り、換算層です、はい、算層厳しいですね、でもね、ゼロか、あ、ほう、うん、内川のリャンマンがここ佐々木に統一で捨て牌にはなし、これが2枚残り、ただね、いい漫画全部残ってるんで、ひょっこりいい漫画いい漫画ってくれるとね、藤島の手もなんか、あ、これで天敗、カンチーマンの単位の天敗です、はい、うん、これで三蔵出る形がほぼないので、はい、チーマンだ、たった今天敗の藤島の上がり、はい、単位を1300の上がりです。内川秋の天敗が入った直後制したのは藤島です。藤島もやはり M リーが3人相手に負けてられるかっていう気持ちありますよね。M リーが3人相手はあんまり関係ないかもしれないですけど、はい、この位置ですからね、シンプルに負けてられるかですかね、今日勝てば大きいですもんね。そうですね、今日すごく大事だよね。そうですね、だからなんだろう、全員にとってやっぱこれだけ混戦になるともう常に全員にとって大事だよ ね。あらら、あらら、おー、いい手が来ましたよ。ちょっと最後のちょんちょん不服ですけど、ちなみに第5節で古橋がこういう構図になったんですよね、はい、第5節は秋、白鳥、内川に囲まれたんですけど、うん、その時頑張ったんですよ、プラス 50.8、うん、頑張りましたね、うん、瀬戸駒さん大絶叫してましたね。あ、そうですよね、はい、その再現とまではならないかもしれませんが、藤島も期するものあるはず。あの時の瀬戸ちゃん楽しそうだったね。楽しそうでしたね、うん、今季一番楽しそうだったね。楽しそうだった、はい、今季麻雀しててもあんまり楽しそうなとこ見たことないからね。すごい、電波を乗せて攻撃、電波に乗せての攻撃、ね、さあドラは9万です。トンの2局、親は内川です。佐々木の手はちょっと厳しそうだ、うん、やはりこの親の、あ、まあ、イソ引きで若干値段は安くなりましたが、この手が、うん、ちょっとさばき難しいよね。スーピンも切りたくないし、うん、ハックは重なり大きいし、いっそ染めてやれみたいなのもありますよね。ハック重なればなんか2万2万とかになりそうですけどね、はい、さあどのようにいくか。あ、これで本一はないですか、うん、いいじゃん。ここはハックですね、はい、秋も統一系の手配、ゴツゴツとしているがメンツでも十分含みある。ペン3万を払っていきます、はい、しかも今期の A2 はね、ちょっとフラグ立てると秋さんのファンに怒られるかもしれないですけど、言っちゃいますか、はい、あのグリーンゾーンに入るとみんな負けるんですよね。そうなんですよ。でピンクゾーンに入るとみんな勝つから、そうそうそう、なんか、ああ、これ大きいね、大きいですね、チャンスだなこれ。外上の大混戦、そうですよ、鈴木層がないんだあんまりね。あ、そうですね、そうなんですよ、チーソーがもうすでになくて、スーソーもあと1枚とかなんですよね、うん、ただウーソーとキューマンが3枚いるから、そっかあ、ここでテンパってカンサンマンリーチもありますね、うん、カンサンマンになった方がなんか上がれそうな感じだよね、うん、なるほど、カンサンマン入ったらまずスーチーソーだもんね。そうですね、で、うん、内川はタイプ的にリーチと言いそうですからね、ただ1枚ありますから ね、まあ、入ってリッチって言ってもチャンスはありますね。逆に三者の手配は、まあ、藤島、あ、これはいい形になりましたね、ポンテンのかかる形、はい、旬はまだ誰の手にもなく、あ、失礼、秋の手に1枚、秋ちゃん持ってますよ、失礼しました、はい、ありがとうございます。今のは自分で気づいたので、あの、はい、また助け合いポイントに、あ、これはシンプルにリーチだ、サーブロック9ピン、うわ、これで換算もきつくなってんで、内川プロ親でドラドラだから降りられないでしょうからね、これ打ち抜きますよね、これを止めれるわけもなく、内川から藤島に2局連続での報酬となります。ただ打点的には2回とも1300、はい、うん、しかも今ね3万アンコが見えましたから、うん、あ、まあしょうがないかなって感じでしょうね、うんうん、リーチ1300の上がりとなります。早いテンポで進んでいます。トンの3局、はい、親は変わって2回同秋、暫定堂々の首位で、うん、折り返しの第6節を迎えています。そうですね、はい、あの A2 は2年ぐらい前までですかね、A、2年ぐらい前まではあの5節まで終了時点で、はい、6節以降の組み合わせが決まってたんですけども、A、
なんか多分そっちの方が面白いですよね。あの、うん、半分終わった時点で1位から4位までが10節に直接対決っていう組み合わせ組めるんで、はい、そっちの方がファンの人たちは面白いと思うんですけど、はい、なんかあの選手がね、あの後半の火曜日全部スケジュール上げなきゃないっていうので結構、ね、スケジュールの問題で大変だっていうことになりまして、はい、去年ぐらいからか、去年か一昨年ぐらいからですよね、うん、そうですね、はい、あのもう1年間の組み合わせを決めて、うん、で最終節だけはすみませんけど、あの4週分スケジュール抑えてくださいと、はい、いうことになってますね。うん、どうなんでしょうかね、選手としては、まあ、対戦というか分かってた方が打ちやすいというか対策立ってやすいっていう人も、まあ、ただ上を争ってる人はね、最後の方に直体残してた方がいいですから、はい、うん、確かに本当はいいんでしょうけど、ただね、後半の火曜日全部開けとけってすごいスケジュールの量ですからねそれはなかなか大変ですからね、はい、今の時代麻雀プロもね、うん、忙しいですから。そうですね、まあ、日吉さんほどではないでしょうけどね、なんてまだまだ来週の火曜日も空いてるぐらいまだ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 仕事受け付けますから、ね、ああなるほどね。うちからこれはちょっと国士かな、だいぶ恥が多いですね。サドラはウーマンです、はい、佐々木の手は仕上がれば面白そうだぞ、まあはい、まあ、1300とはいえね、はい、2局連続打ってる内川プロは今のところ感触良くないですよね、もちろんね。ただ上がって内川プロが感触いいかどうかはちょっとわからないですよね。どっちの立場でも自分だったらあれだよね、しっくりこないよね。そうですいや、ただしかしここは藤島行きましたか。あ、これがトンの後付けからトイトイなど、トイトイ含みですね、はい、おー、そしてすぐ泣けた、うん、2枚目のパーマンを仕掛けた藤島、すぐにトンが泣けて転敗、まずはペンチーそうです。これは高く見える、ね、あー、そしてあっという間だ、うん、高くは見える、ポンポンロン、あ、また1300だ。そうですね、これはなんと天パネしての1300すげえ、3連覇珍しいですね、はい、3局連続1300。いや、これは前回の放送でレンチャン王子という名をね、こう与えられた藤島ですが、はい、1300おじさんに今日なりかねないですよこのままいくと。あの、静岡出身嫌いなの？いや、そんなことないです、そんなことない、はいはい、むしろちょっと仲いいぐらい思ってますさあ、その藤島が親番を迎えましたので、ここで上がった時はね、1300になれませんからチャンスですね。おお、デジタルだねドロー、あー、佐々木チャンス、ドローの数層2枚、はい、はい、内川はドラメンズ完成、あ、これも良さそうだ。秋は白が統一、今日は17期は藤島プロと解説の近藤さんだけですか。そうですね、うん、17期占有率が非常に高いこの A2 リーグですが、今日はでも2人でも多いですけどねでも2人だけって感じですよね、普段いっぱいいるからね、なんかね。どうですか近藤さんは、その同じ17期生の藤島とは、はい、やっぱりこうこれまで何度か対戦したことは当然あると思うんですが、まあ、あるけど、はい、きっと皆さんが思うほどは全然少ないですね。どういう印象ありますか。結構スピードによってるのかなと。あー、ドランコ、いや、来ましたね。先ほどのパーマンポンなんかも割合機敏に仕掛けて出てましたもんね。反応がいいですよね。さあ、感知層嬉しいところ、はい、ただ佐々木がこれはもう一本、うひょードーラに続いて感知層、あっという間のくっつきは数万とウーピンとしましたか。闇天も視野ですかね、うん、なんか普通数万の方切りそうですけど、うん、そうですね、うん、これピンズチーしますか佐々木。いや、するような気しますけどね。藤崎さんします？僕はしないです。若干の逮捕案件ですよねこれ近藤さんピンズチーしないな、近藤さんはしないと思うんですけど、うん、しますか。するかもね。今3ピンスピン1枚ずつ大丈夫。あ、確かに結構、あー、来た、あー、リーチです。ってあっさり、なんだこれ、能面のような顔してリーチ選択、嫌いは全く感じられないが、ね、手の中にはドラガンコでタンヤオの一案がついている。まあ、そうそう、何も起きてないからね。ステハイ強いぞと。うわ、藤島ローピン、どうなっちゃう。これマンズ引いちゃったら出ちゃうな。そうですね、はい、ま、ただ打つ分には8000だもんね、詰まられて3000、6000だから上だとそんな変わらないよね。そっか、確かに、うん、上茶から数万が出ても地位できっと打つよね。あ、イメージあります、あります、すごくある。あ、これは止めれようがない。佐々木の上がりだ。
1300×3、1回で回収されてしまった。リーチ単位踊らさん8000の上がり。×3×2 が出てきましたね。そうですね。いやー痛い。これはコツコツ作戦だったが、佐々木の重い一撃。うん、なんかあの安い手で連続で上がるとなんかこれが怖いんで。怖いですよね。労力は使ったのに終始マイナスかよみたいな。しかもこれラス目じゃないですか、ひょっとして。Yes I do。 Yes I do。 麻雀は上がり回数ではないということをはっきりと知らしめるような佐々木の大物手。いやしかし佐々木リーチしましたね。しましたね。うん、この辺まあ、飛車とバランス不思議ですね。 リーチがメインだとあれ、はい、チンマンじゃなくて数万の方が先になりそうだよね。確かに3万引いての両面が強くないもんね。両面じゃんとこだから、やっぱりリーチをかけた一番の狙いっていうのは積もって3000、6000を狙いに行ったっていうことですか。だと思いますけどね、はい。まあ、何も考えてないで、ね、体が勝手に反応しただけかもしれませんけど、はい、それちょっともう病気ですよ。あっテンパった、あ泣いてないって、あ曲げなきゃみたいな、リーチできるやつだっつって、うん、佐々木もだったら好位置に第4位という上を狙うにはね、はい、十分いい位置につけてますから、うん、前節のプラス50大きかったですよね。そうですね、はい、これでこの折り返しを迎えて後半戦に向けてしっかりと上を見ていける位置に立っています、うん、佐々木。たった1回しか上がってない佐々木ですが、3回上がった藤島よりは感触は十分良さそうだぞ、はい、うん、ね。ただどうなんですかね、あれリーチって言って出上がりはやみ点と一緒なんで、はい、僕はねあんまり嬉しくないんですよね、はい、だったらなんかやみ点の方がインパクトが強いじゃないですか、はいはいはい、なんかね、なんかほら久田の場合も基本的には一緒にやってる対戦相手はあのリーチって言われるまでほっといていいみたいなね、ところあるじゃないですか、どっちかっていうと ね、あれをリーチするぐらいだからよっぽどリーチかかるまで大丈夫そうですよね、雰囲気。さあ秋がここは仕掛けて出る、はい、のバカゼの難をポンして目いっぱいには構いません。秋ちゃん3万点そのまま一周回ってきましたね。これ秋の立場って僕嫌いじゃないですよね。あ、僕周りがガチャガチャやってて僕も好きですね、はい、自分減ってないし、はい、これワンチャンスあるぞみたいな。でも秋ちゃんあれ一の駅珍しくない。うん、まあまあ飛車とのをやってるもあるんじゃないですかね、やっぱね。ちょっとトータルポイントですか、それは。それとも今の地点っていうことなんですか、どっちもですかね。どっちもだと久人っていう人もあるでしょうね、うん、まあ久人はもう誰しも認めるね、はい、昇級候補でしたから、はい、久人は、まあ、近藤さんもそうですけどね、うん、あと久人と山田博人、はい、この辺はね誰に聞いても昇級候補でしょうから、うん、ライバルの親はあっさり終わらせたいぞと、うん、あのリーチを見せられるとやっぱ怖いもんね、うん、まあそうだね、うん、怖い。次にリーチって言われたらいけないもんね。いけない。それリーチするんかいってみんな思ってるでしょうからね。強烈ですよね。さあすでに秋が転敗しています。町はサブローソー、内川がイーシャンテン、キシャトはパーソンがないんでウーソー二度引きじゃないとダメ。なるほど、ウーソーチーまでありますか。ウーソーはチーでしょうね、うん、チーピンポンで打球素どうかな。なんか飛車とでもイーシャンテンからイーシャンテンの仕掛けってあるイメージないですね、あんまりね。だったらリーチだっていう感じですもんね、うん、雰囲気。ただローソーかチーピン引いてしまうと順からリーチになる。サブローソーも意外とないよね。ないですね、うん、薄いですよね。2枚だけ。内川がこれで再びイーシャンテン。内川プロがチャンスになってきた。リアンマンイースピン、うん、ドラがまだこの藤島に、あ、なんだ、ごめんなさい、早々に内川ですか、打ち出していますね。まあこれね、うん、カンパーソーが、しかしこれは順から親のリーチですから、秋がどこまで頑張るか。これはもうだいぶ足止めリーチですよね。うん、止まってくれと、うん、秋さん止めに行きました。まあドラも切ってますからね、はい、天敗でしかも安いでしょうと、うん、親と戦えるほどの打点はないでしょうと。なるほど、いうことですよね。このサブローソーは3層が残る、あ、いかない、うん、あー積もった、残り2枚でしたが秋の積も上がり、佐々木の親を1局で紹介、通過します、うん、はい、難300、500の積も上がりとなります。かなり戦術込みの飛車とのリーチでしたよね。うん、形としてはもう9層以外単要ですから、ほぼリーチしないですからね、形だけで言えばね、はい、
取らずまでありそうな継続切る、うん、継続切るでしょうね、うん、あの秋さんの仕掛けがなければ、うん、さあトンの2局とかあります。親川って内川です。早いっすね。早いですね。ドラは嘘、はい、お嘘1枚あるぞ。まだ流局ないよね。そうですね。ないですね。まあ、基本飛車とかいるとあまり流局してないですよね。うん、あと本当にこうスピードによってるとお話しあって藤島も上がりをかなり積極的に取りに来ますからね、うんうん、今日フォーカス戦も25分だった。おお、なるほど。それ首位になりましたっていうのを言ってほしい。あ、いやいや全然それはいいです。今週になったんですか？フォーカス M で。しかもダントツだし。すごい。へえ。ちょっと私今日ね昼間見れなかったんですが。お忙しいですからね。あ、そうなんですね。僕は見てましたけどね。失礼しました。研究熱心ですからね。お忙しくないんでね。さあ内川イーシャンテッツ白組。はい。嘘ドラなんで何としてもくっつけたいね。まあ、絶対くっつけたい。ピンズほんと引きたくない。いやー、ただ佐々木もドラドラだ。ただ親番だからね、ピンズはしょうがないですか。終わっちゃうとね。これは致し方ないか。小型でも三面ちゃんだとリーチなのかな。うん、まあ、親はやむなしですね。どうだろう、はい、今同じどうですかね。一緒になると思いますね。ああ、そう、はい、近藤さん取らず、近藤さん8個より先に3ピン、そう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 、うん、ああ、もう1個前がってことですね。もう1個前がもう拒否だから、うん、嘘回りじゃなきゃ嫌よと、うんうん、なるほど。わがままなんですよね近藤さんってね。わがまま以外の言い方がすぐ出てこなかったからちょっとフォローが間に合ってないんですけど、まあ高打点派っていうことですよね、うん、ああこの数層でサブロスになってるんだね、うん、これ近藤さんこれでリーチになりますか。それでリーチ、それでリーチ、はい、これ4枚目の数層引いてきたから強かったかもしれないけどね。おこれせめてさ、あのレオパピン先に上がりたいね。なんか多分どっちでも上がれると思うんだけど、はい、せめてね、なんかロウソウ積もってからレオンパーピン積もっても嬉しくなってもらえばね、俺ね。そうそう、なるともうガクッとくるもんね。ガクッときます。上がってがっくりしてるもんね、きっと。うん、親で上がってがっくりってなかなか珍しいですからね。もうダブルソウ引きたくないからレオンパーピン誰か打ってくれとか思ってるかもしれないじゃん。頼むから3切ってとかね。3ならまだね、救われますけど、6引いちゃうと。かなり熱いです、うん、まあでもこれはしょうがないような気するな。俺も多分レアパピーになってますね。佐々木がドラドラだけに頑張りたいが、あまりにも手の形は良くない。ここで一旦難になります。うわいやね、これいやーねー、いややった。僕は4000オーラで、そうね、おめでとうございます。これがフォーカス M だったらね、裏のって花満でしたけど。いや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 、内川の心境いか、まあこれ込みですからね、まあまあ、もちろんもちろんね、うん、はい、いかにと言われてもしょうがないでしょっていうしかないんですが、うん、いやー、この結果だけは知りたくなかった。4枚目の数層とか持ってきちゃうもんね。そうなんですよ、4枚目の数層持ってきたら当然ローソーは山に3枚ぐらいありますもんね。そしてリアンパピいないんかーいみたいな。これはそしたら数えても意外と薄くなってきたんじゃないのこれ。あらららら、らみんなまあまあ吸収しましたからね。佐々木、嘘のドラドイツ落とし。ヤンピン1枚、ウーピン1枚、パーピン1枚、あれ、3枚。3枚しかないね。いやー、こりゃちょっと、雰囲気悪い。でも大丈夫、うん、うちだったら積まれますよ。もう顔が怒ってるよ、なんか。怒ってますか、うん、ちょっと険しいですもんね。今の瀬戸物さんには積まれないと思うけど、うちは積まると多分。なるほど。あ、3枚もあればね、うん、全然大体あのほら瀬戸駒プロぐらいの力あれば3枚ぐらいあるやつ積もってればあんなに下にいないからね、大体ね。そういうことですね。
さあ内川残り3回、藤島がいいシャンテンをキープしていますよ。粘り強い。うわ、いないね。いない。セブンティアンブーピングぐらい積もれよって思ってますよね。はい、まだ粘ってる。うん、まあ、右利的には一人転敗もね、センオールもあのリーチボールの先点が戻ってくるかどうかだけの違いでね、はい、先点しか変わらないんですけど、次積もるとあのみんなドッと疲れるからね。あ、うん、パッピン、これもし、もしいや打たないよね、打たないから、持つもないですからね。さすがに打たないわ。藤島テンパイ量結構取りきますよ。あ、ただドラの嘘が3枚見えてるっていうので、いや切りそうな気がする。安いんでしょってことですか。いや切りますよね。うん、藤島ってやっぱこう本当にテンパイ量取れるときは取りいく選手なんですよね。粘り強さもまた持ち味の一つ。なるほど。リーチ2000点の上がりとなります。今心なし早く上がり系をあのなんだ流し込みましたね今。まあまあ上がったってのかしょっぱそうな顔だったもんね。やばい、3色失敗したのバレちゃうと思って。はい、2000点ガシャン。さあ何度2曲ドラは数万、はい、内川連チャンには成功です。うん、ただ何か心残りがあるような1曲、あるでしょうね。うん、はい、まあ、僕も一緒になってるんで何とも言えないですけどね。あの小型だったらもしかしたらね、あの思い切った手も三品切って風装のくっつき1本に取った可能性もあるんですけどね。はい、風装と白のくっつきならどう、まあ、かなりの確率で役割の転廃にはなりそうな場面で、うん、おっとっと風装がんこになったぞ。秋換算品払っていたらこれ一色ですか。そうですね、シンプル発動しませんでしたね。はい、こちらが内川です。白が統一。まあ、しかし今日はスイッチャーさん大変そうですね。空中戦もね、はい、ありますし、藤島にはバカゼの難が統一。ドロの数枚1枚。秋さんもあれ6球マンドグリで簡単にテンパっちゃうんでしょ、あれ貫禄層でね。なるほど。貫禄層引いたらどうです。え、崩すんじゃないですかね。崩しますか。あ、でも面ピンイペーコーでかいかな。なんですよね。6球マンでしかもちょっとね、もうすでにマンズの上を2人切ってて。取るならリーチしそうですよね。リーチしないなら取らなそうですけどね。あ、ただリュウハに2枚入れたから一旦取ってからか。そうですね、言われてみればいずれにしても1回は取りそう。うん、もうすでに、あ、6球も引いたらもったいないじゃない戦法ですね。なーに、結構思い切った手を打ったように感じますね。これもう引いちゃったらもったいないからしょうがないですよね。はい、官労層のイーペーコーだけじゃ嫌だと。まあ想像が連続系だからね。うん、伸ばしやすいっていうのもあるんじゃないかな。官労層転廃は嫌だし。おお、1枚切れですね。藤島何に続いてチュンも重なるドラムスーマンが一番不安定な形。チートもあるからローマン切りってわけにいかないでしょうからね。うんうん、ここローピン一応天秤ですか。はい、うちのイースマンはいっぱいありますね。ですね、引いたらどっちだろう。スーソー切ってる位置かな。もう決めた。あ、でもイースを寄せてあるからイースを切ってる位置なのかな。うん、テンパイも、ね、おっと、来ました。先に、先にこっち。あれって言っちゃった。役も何にもない、ただのカンチーピンですよ。まあ、ただあれですよね、スーピンがもう樹脂の目が全部見えてるんで手代わりしないってことですか。スーピンを引いてもっていうことですか。藤島、危ない。うわ、危ない、危ない。カンチーピン、山さんだ。山さんってことは藤島プロが逆にチャンスありってこと。重ねるチャンスだ。そしたらドラタン、そのドラタンが山さん。ほう、これドラ先に引いちゃうとね、さすがに今の上がりやすそうだから今短期になっちゃいそうだもんね。いや、うわ、これダメだな。ドラタンになっちゃうね。佐々木のリーチ判断が捉える ね。いや、これチーピン切らざるを得ない。今リーチ考えてるかどうかぐらいに感じる。うん、リーチするかしないかだけだと思う、ね、リーチだ。リーチの宣言とともに打ち出されたチーピンを捉えてくる佐々木。この辺はセンスだよね。本当です ね、 ね。いや、このなんか打点の上下がすごい。うん、リーチして8000、リーチして1300、カンチャン待ちで行きました佐々木。いやいやいや、これは同い年の両者の間では確実に火花が散ってますね。うん、
さあ、何の3曲を迎えます。親は秋です、ドラは3品。あね、あの最終的に長い目で見て期待値がどうなのかは僕は分かんないですけど、はい、あれをリーチって言えるのはもう一つだけでしょうから、ね、いや若干ピンズが安そうには見えたけど、ね、確かに、うん、相当だけど勇気というか思い切りが必要なリーチではありますよ ね、うん、すね、うん、せめてドラ1個欲しいよねドラなし結構怖いよね、相手にねたくさん持ってこられてしまう可能性もあるわけで、近藤さんがのリーチしたらびっくりするもんね、うん、見たことないですね、俺もしたことないかもしれないあれローピンがまだもう一枚切れてたりするとね、まだもうちょっと行きやすいんだけど、ね、ローピン切れてないしね、今いわゆるガラリーなんでしょうね、ね、うん、公式ルールのね リーチのみは本当怖いよね、よっぽど受け強くないとねただあの両面待ちでね、あの打たれたらやばいっていう局面もあるんで、はい、そういう場合は行きますけどね、はい、咎めなきゃいけないっていう、あまり隙を作らないっていう意味合いですよね、そうそう、打たしちゃまずいっていうのもね、うん、さあ秋にはローピンがあんこになります。白が統一、ここ3万、うん、藤島の捨て配送はかなり派手になってきている、うん、チートイカ、またしてもチートイカ、これは、うん、これあの飛車との発戦以外全部いい反翼ですかもしれないですね、まあ、そうですね、はい、多分ね、そしてん佐々木、ドラドラでチュン統一ですね、これはチャンスだぞ、まあ形がスピード感はないけどどうかな、うーん、チュン以外からポンってありますか、これいやあるんじゃないですか、うんうん、ポンはしたいですね、全部ね、あむしろしたい、うん、そっか、これ場合によっては単野上にまた戻ったりできますね、そうそうそう、うん、あチュンが出るか、あでも何よりはチュンが先、あ何が先、何からこの辺もセンスだね、どちらもションパイでしたね、うん、何の方が場には高い厄介なんですが、ただ内川プロからすると別に厄介重ねたい手ではないですから、うん、そう考えるとね場に高い方を後にするケースが圧倒的に多いですよね、はい、あの自分で重ねたい場合は当然ね、うん、あの何の方から行くケース多いでしょうけど、ああ行きましたね、ああ行きましたね、やはりここはチュン以外のチーマンからポン、うん、はい、これはチュンの後付けあるいは単野への変化などもまだある手です、数万、うん、残してますからね、はい、はい、これはドラドラの佐々木、おちょちょちょ何やろ面白い手になってきたぞ、これでイーシャンテン、なんておっしゃってますかおっとすごい手になってきましたよ、ちょちょちょとか言ってませんでした、失礼しました、はい、数万切って数層残しましたか、うん、相図が安いので2人に現物、うん、くっついた時に強いってことですか、うん、内川さんは受け気味だからチュン出ないよね、もう、なるほど、うん、あれはまあ振りたい、確かに出ないかもしれないとなると、ただ秋さんの白はもうもちもちですからね、しかもこの白は相当出ない形ですね、名本チートやりますもんね、うん、まあ、出ることないですね、うわ藤島の1打目と2打目のローマンの痛さが尋常じゃない本当だ信じられないぐらい、あスワンコイシャンテン、ローソーパーソー白、白はない、ローソーない、つもりスワンコはない、形上もしょうがないよね、しょうがないですね、うわパーソーもなくなった、これテンパイできないってことじゃない、感知層だ、感知層をね、感知層チーって言うはずがないので、感知層を自分で引かない限りではないですね、うん、そうですね、さあさらに佐々木チーマンに続いてパーピンのポン、これでどうやらチュンの後付け一本に絞りました、なんはちょっと安全牌か、安牌として残してますね、これは手詰まり、うん、まだ9万切りたくないんだよね、うん、なるほど、ちょっとまだキープしたい、親の現物がなくなっちゃう、はい、秋のつもり数アンコウは全ての統一の牌が山には残っていないため数アンコウのテンパイは入りません、勘チーソーを引いて親の連チャンなるかといったところ、チーソーまだあるな、飛車とプロの飛車とのチュンはまだ1枚あるんですね、1枚あります、さあ天牌だ、チュンの後付けです、はい、
安全牌が出てきましたよと、うん、ということは天牌なのかなとですね、うん、こちら藤島はチートイのいいシャンテンですが、順目はかなり深くなってきています。もうションパイは全て切りづらいですもんね、うん、はい、うん、秋天パイできないかもしれないぞ。あ、秋さんももうスーピンが切りづらいけど、うん、形変えるのはまあまあ怖い。おっと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 ごめんなさい、藤島がテンパ入ってましたね、はい、チートイツ1600の上がりとなります、はい、佐々木の宝珠となる藤島、ここで一矢報いて親番を迎える、うん、早いですね。ものすごい早い上がりがよく出ますね。そうですよね、入局ないでしょ、はい、うん、ないないです今日はね、はい、おしゃべり付きのダンディーが来てくれてるのに早いですよね。なんかちょっとダンディーでおしゃべりって逆じゃないですか。やっぱこう寡黙な。まあまあ、 あのダンディーはフリしてるだけですからね。見た目の話ですか。実際ママチャラいですから。近藤さん、今ちょっとそういう話ありましたが、実際いかがなんですか。いや実際は見た目の通りだよね。どっちの意味か分からない。おっと、ここ内川が1枚目のチューンから仕掛けてきましたね。1000点が大きいんですね。なるほど、原点まで1000点上がればというところ、はい、藤島虎の初が統一ですからね、ここは一歩も譲りたくありませんよ、うん、もちろん現状でも、ちょっと離された4着目、はい、ここは一歩も引かないでしょう。藤島プロはもう折りなしの親番ですね、そうですね、あの形だと状況的にも形的にもこれは折りはない、うん、強引に仕掛けある？初後付けとかで、うわどうなんでしょうね、まあ、失敗はしたくない手ですよね。あの強引に仕掛けると天牌までは行く可能性高くなりますけど、はい、上がり率は大幅に下がりますからね。うん、でも内川さんが仕掛けてるからちょっと、うん、どうせ初出ないだろうと、うん、そうですね、自力で持ってくるしかないなら他から仕掛けても同じじゃないかと、はい、で内川プロはもう手を作る必要がないので、うん、1000点上がれば大きいのがね29100点を見れば分かりますからね、はい、早いスピード合わせに来る可能性はあり、うん、まあここまでバラバラだと思ってないでしょうからね、算数あたりはポンだよねきっと、うん、なるほど、近藤スペシャルですか、うん、誰か切らないかな、ちょっとそこも見てみたいと、うん、まあ、ただ言うてもプレッシャーをかけるっていう意味で言えば9万ポンドがプレッシャーをかかるかも。ああまあそうだね、9万ないですね、もう。ああ場に2枚切れた。ってことは三蔵はもう強制ポンがあるかもしれないですね。なりそうですね、確かに。ん、内川が9ピンを仕掛ける。これは藤島だんだん寒くなってきたぞ、いいシャンテンだ。いやー一人沈みかなみたいな、うん、なんかそんなのがよぎっちゃうような状況になってきた。あ、これでね、あ、はい、この嘘大きいですね。ゴロチがありますよ、これ。知ってます、失礼しました。うわー、先に天牌になられた。さすがに中華リアン嘘。しかもこれ誰から上がっても原点割れないんですよ、他の人間が、うん、藤島にとっては絶対絶命の大ピンチ。滝さんもいいじゃんって。あれ、藤崎さん、これ藤島ゴロチありますね。知ってます、すみません。これはやばいぞ藤島。ゴロチになるのはみんな地位だね。うん、そうですね。ポンもありますか、三層。両層地位もあるのかな。両層地位どうかな。両層地位しちゃうと流派が5点になっちゃうんだよね。うん、そっか、まあ。ウーピンを入れたよね、とにかくね。うん、これどうしましょう。これでも地位マンよく見えるかな。ローマン3枚に入れたもんね。うん、ここは居そうとしました。リアウソ強いね、これ圧倒的に強いね。うわ、隣ポンポンはノーポンです。ポンせず、パーマン引いた後ですからね。そうですね、うん、あ、チーマンは泣くと、ゴロチこれで三条切りしか、ペンチーマンの方が良くない。あ、ペンチーマンの方がいいかもしれなかったですね、うん、はい、確かに。あ、そうだね、うん、どっちかって言ったらペンチマンの方がいいよね、うん、9万の持ってたいっていうのあります？最悪のために。
最悪の日のために。いや、そんなことはきっと考えないと思う。そんなことはきっと考えないですね。3層払うんだからやっぱりペンチマンでないた方がいいような気がする。さあ佐々木、ちょっとこれも手になってない、うん、内川の上がりが先か、それとも藤島が追いつくか、うん、もともと藤島プロの下辺が中ちゃんぱいからの切り出しなので、うん、はい、多分もう単野には見えてないと思うんで、うんうんうん、何らかの役があるぞ、うん、初なのか三色なのかと。だったら思いっきりプレッシャーかけるためにね、はい、ペンチマンで泣いた方が、うん、3期まであるぞってね、ドラのね、うんうん、そうなった方が内川さんが掴んだ時に、あっと、ここはレアンソーが打ったとワンチャンスになりましたね、うん、内川の上がり、チュン先天の上がりで1回戦が終了となります。さあ1回戦はトップから佐々木、続いて二階堂脇、内川、藤島の並びで終了しました、はい、続いて2回戦です。